皆さんこんばんは、ニワドンです今日は J3 のザス爆殺群馬についてお話ししていきたいなと思いますザス爆殺は昨年5位で終了したわけなんですがまあ、1年で J2 復帰できなかったというところで J リーグからの救済金ってものが今年からはなくなりまあ、その関係もあり 2018シーズンの主力だった選手だったり、まあ、あとは小林辰樹選手松下優輝選手などのずっとクラブを支えてきた選手たちも今回契約満了放出という形になりましたで放出した人数は席満了を含めまして29名とても多いですこれはで新たに入ってくるメンバーが21人 で残留契約更新したメンバーが5人という形で今シーズン2019シーズンは26名で戦っていくような感じとなっております。でまた1月30日ですねえっとトレーニングマッチ作新学院大学と45分2本を行いまして、まあ、公式ホームページ見ると6対1で快勝した。 ようなんですがその得点者の中に練習生っていう名前があったので、まあ、もしかしたらその26人におそらくまたプラスで加わるのかなっていう風な感じですかね。はい、予想フォーメーションとしては、まあ、昨シーズンずっとヌの監督がやってきた3421ディフェンス3枚の2ボランチ2ワイドで2シャドウのントップっていう形で。 昨シーズンの、えっと、後半の終盤の主力のメンバーがもうごっそりいなくなってしまったので、まあ、そのメンバーで残って使われるとしたら、えっと、久喜田選手と、まあ、あと、怪我の具合の状態なんですけど、まあ、岩田選手、まあ、あとはどこが適正ポジションなのかまだちょっといまいち分かんないんですけど健、まあ、城俊樹選手 この3名はスタメンに入ってくるのかなっていう形ですかね。キーパーはここでは小泉選手としました。まあ、その理由としては昨年盛岡での J3 経験があるっていうところと、まあ、他の吉田選手キム選手に関しましては、えっと、経験 J リーグの経験がないというところで、まあ、一歩 リードかなってところなんですけども正直キーパー陣は3人とも今季からの加入なので、まあ、パフォーマンス次第いで、まあ、どのキーパーが開幕かかから使われるかっていうところですかね次にディフェンスラインでいくと、まあ、右枠来た選手去年もうずっと出ていたのでもうここはもう怪我がなければそのままかなっていう形になります。 でそして一番大きい加入だったっていうふうに思うのがレノファ山口から渡辺広大選手センターバックの選手が、まあ、昨シーズンもレノファで結構出ていたので、まあ、正直びっくりしたんですけども、まあ、経験値あるベテランのディフェンスが入ってきたというところ、まあ、多分、おそらく真ん中に入ると思います。で左のディフェンスに関しましまては正直 誰が入るのかかまだ分からない状態ですでここでは青木翼選手を入れました、えっと、本来でボランチの選手なんですけども、まあ、左利きで f c 岐阜時代にはあのやっぱりパスサッカーだったので後ろからつなぐっていったところであのボランチの選手を下げて使われてたっていうのがあるので。 まあそのの経験がここで生きるのかなっていいう,うに思いますで。センターバックでこの他で言えば去年キャプテンであった船津選手でまた北九州から補強の福田選手で新卒の岡村選手って形で、まあ、どのメンバーがどの組み合わせ出るのかっていうのはまだわからないのでシーズン始まってみてから、まあ、そこをお楽しみって形になりますね。 続いてミッドフィールダー行きます。でまずボランチなんですけども、ここではパサー型の久保田選手とまつ、あ、し屋の存在の姫野選手を組み合わせました。でまあ、この他にボランチができる選手といえばまミッドから入ってきた佐藤翔選手だったり、まあ、あとはあのセンターバックで入れた青木翼選手の本職がボランチなので、まあ、どこで使われるか どの組み合わせかっていうのとあとは終盤昨シーズン金城選手が、えっと、ボランチで使われることがあったので,でもしかしたらョー選手もボランチの一角として今年は入るのかなっていうふうに思っていますで続いてウイングの場所なんですけど、まあ、ここがホーバックと違って1枚しかいないので両サイドにでそうなると 運動量のある選手が求められるので、まあ、昨シーズン左で序盤使われていた岩田選手を左に入れてで右には、えっと、水戸から入ってきた、えっと、サイドバックやっていたので佐藤選手を入れてみましたでここには金、まあ、所選手も入ったりまた、あ、左でいうと、えっと藤,枝ですね、藤枝から加入した満永選手 が入ってくるのかなと思いますで次、ワントップツーシャドウ、まあ、ここは、まあ、青木選手の場合はワントップ、まあ、身長もあって晴れるってところで青木選手入れてるんですけども正直、ワントップツーシャドウって場所が誰でもできるなっていう場所で、まあ、鳥取から加入した加藤選手で鹿島から来た田中選手で山形から来た中村選手であと YS 横浜キ から来た辻選手であとは、えっと、残留した今長期離脱の岡田選手あとは琉球大から入る高澤選手結構タレント豊富な場所なので、まあ、ここは今季楽しみななとところかなと思っています予想フォーメーション予想スターメンというところでは以上になるんですけれどもここに名前が書かれていない選手もたくさんいて。 今期で言えば、えっと、21人ほとんどチームのほとんどが新加入といったところで結構選手自身もモチベーション高くパフォーマンス次第で出れるっていうことが分かっているのでチーム内の競争っていうところではものすごくいいのかなっていうふうに思っています群馬の今期の陣容は、えっと、大きく選手の入れ替えはありますけれども入ってきた選手のレベルが高いので あと J3 の経験がある選手を入れたというところで昨年よりかはレベルアップしたチームになっていると思いますクラブの目標である J2 昇格という目標に関しては十分達成できるメンバーは揃えているなという印象を受けています新加入の多いチームなのでどんなチームに仕上げていくのか楽しみですねではこだわりになりますありがとうございました